はい、ということで今回は王道十二門を巡る旅、まあ、こちらのイベントなんですけど、まあ、この精霊界の贈り物、これを2000個集めると、全部開放できますという感じですね。で、あっち側の違うイベントの方で獲得できるんですけど、金箱の時が14から、まあ、17ぐらいで、普通の時が4とか、まあ、3とかそれぐらいもらえます、まあ、それで2000個集めるのに自分はだいたい5時間ぐらいかかって200周ぐらいですね。うん。で、まあ、どんな、アイテムがゲットできるのかっていうのを見ていきましょう。まず50個目。はい。50個目、妖精石ですね。で、100個目が、万能の石、かけらですか。で、妖精石。まあ、これ多分、交互に来てる感じですかね。まあ、結構周回しましたね、自分は。まあ、その間に、交換アイテムのアイテムが約9万ぐらいですかね、溜まりましたね。まあ、なので、これ集めつつ、交換アイテムを集めるのがいいのかなと思います。で、妖精石と万能のかけらが12個ずつゲットできるイベントになっておりますので、まあ、結構貴重な石も貴重ですし、万能のかけらも結構貴重なので、まあ地道にここの解放アイテムを集めつつ、まあ、皆さんも解放して、このステージクリアしてみてください。まあ、今回こんな感じですね。うん。まあ、ですがね、結構妖精石とか万能のかけら結構重要なので、まあ、受け取り忘れのないように、まあ、クリアしてみてください。まあ、ということで今回このように終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。